全部ヒゲさんだって小学生くらいで気づいたでしょ、このだってトリプルぐらいの感じでね、ブサイクだし、うん、デブだし、うん、小学生の時デブじゃなかったよね。あ、本当だ、イケメンだったかな小学生の頃幼稚園の時モテてたんでしょ。幼稚園の時は超モテた、俺の人生のピーク幼稚園だって。俺双子の美人姉妹とアメリカ人とのハーフの一個下の女の子と3人と付き合ってたからね俺ね。その双子の美人姉妹ってさ、ググると出てこないのどうなったかとか、カナオ姉妹とかになってるかもよ。絶対お前にだけは言わない。カノオ姉妹の妹の方と付き合ってたんだ。まあそういう風にしよう。じゃあそしたら俺カノオ姉妹に遊んでよって言って両手引っ張られて痛い痛い痛いっていう、そういう状態だったら俺ですよ。うん、全然羨ましくなくてよかった。カノオ姉妹僕そんなにいいと思ったことがないんですよ。面白いぞ、面白いぞ。カナオ姉妹の魅力を伝えるときに使うべき単語は面白いではないと思うぞ。ファビュラス、すごくファビュラス。ファビュラスって何？